組隊の助けにござりまする。そうだと申しまする。武将の方々をお助けするため全然我らの貴様を東へ西へ我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊新潟隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ忍びの次は我らモノノイの時、ここに集まりしお客人ただいまよりはみんなモノノフになっていただきます。このモノノフのなり方が勝ちの木をみんなであげることにござる。勝ちの木とは拳を天高く掲げえいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度あげる戦勝祈願でござる。皆様方にはこの永遠用の動きを共にやっていただきたい。早速練習してまいろうぞ。皆様方拳を掲げて、あ、皆様で見てまいりましょう。端から端まで。さあ、後ろに聞いてよくなんで肩車がしとると偉いもんで、もっと前の方にもね出てきてみたいしょよ。ありがとうさんじゃ。上がってる。あ、これ全員上がるまで始まりませんぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、皆様で参りましょう。みんなの者、活躍者、スリー！えい、えい、おー！えい、えい、おー！えい、えい、おー！ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし部将隊は400年前より蘇りし、モノノフ集団。本日は、現世という戦国の生きる皆様方に、たくさんの元気と、ありったけの勇気を、誠心誠意、お届けする所存でございます。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。この様は400年前、戦国のると何も変わります。ゆえに、彼らとは蘇る。秀吉、ここはどこじゃ。戦場にございまする。ここは桶狭間。違いまする。ここは三方ヶ原。違いまする。あたた、ここは長篠か。違いまする。ここは関ヶ原か。違いまする。世はどこじゃ。広元の国、令和の世の合戦場にございまする。であるか。面白い。宮の者の出陣じゃ。わあ。さあ、みなみな、これよりは本部の前じゃ絶対使用いたせ。戦場をかける。その姿を人は槍の股と呼ぶ。天下人を支え、ただ100万石の礎を築いた前田利家。武門とは真偽の万兵衛なり、限る思いを槍に込め、
貫き通すは真の道。これこそは織田家が一番やり、前田正左衛門利家なり。いいや、おろんでも立ち上がる、倒れてもくじけない、心にまみれ腹が立ってたどり着いた天下人、太閤豊臣秀吉。よし、拍手ありがとうさんじゃ。拍手の次はわしに手を振っていこう。いいか、こちらに来たらな。はいはい、親父殿困惑せんでくれ。はいはい、よし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 、お主はこれで十分じゃ。何よ、よし、わしが誰だかわかるかね。お三の霧にこの笑顔、戦国一の出家した、わしは豊臣秀吉。はあ、天下姫を掲げし男は光を放つ。その光は新しき世の化け物か、すべてを焼き尽くす炎か。第六天魔王、織田信長。ここに集まりし南野の明るい未来を狙って勝ち時じゃ。それえいえい、あえいえい、あえいえい、あ我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、参り。
やったか。ありがとうございました。我らのことを初めて見たよ、ちもの。正直に答えてくれ。おー、サオルの。じゃあ、我らがどんなものの価値を知恵、うん、さあ、投信され。うん、我ら名古屋大手田支部商隊は、土曜、日曜においてはこのように演舞、そして平日は南だと写しへ撮ったり、共に面白き話をしたり、南田をもてなしておるわけじゃ。おゆえにこの名古屋の文化、そして戦国の文化、面白いよっちゅうことをぜひとも南田には知ってほしいと考えておる。あ、そのためには名古屋城以外でもたくさんの戦をしておるわな、秀吉。そうじゃな、今は江戸、北海道の地にどうする家康で今大人気、徳川家康なのであって、この前田利家の何じゃった、おいの前田慶次が映像にて戦を行っております。これは尾張のことを広く日の元に知らせるためである。そんな戦をやっとる我らではあるが、その知らせるのにはらも直接会うのが一番いいんだけれども、平成においてはそれには発達しとるものがあるんだ、教えてやれ。そんなもん連覇戦じゃ、今だ足軽の相馬が配ってくれておる、これ河原版に我らがいかなる戦をしておるかっちゅうのがな書いてあるわけなんじゃな。例えば遠方のもとなかなか会えんものに対しては YouTube で南田が簡単に歴史が学べるようなものをしておったり、他にもこの後来たる3月25、26日には劇を持って戦国の面白さをな伝えてまいっておるわけじゃ。そうよ、題目申してくれ。ゆえにな、もうちょっとで終わるから帰るの待ってくれんか。もうちょっとで終わるんだわ。まだ信長様もなお耳にしておらんというふうに、このうち攻めておると、我らの血を流ったらしい。信長様いかがとされましたか。天の地を比べば野村万歳がおったぞ。いや、いらっしゃいました。信長さん、信長さん、残せる家康を見ておる者にしか伝わらんネタでございます。信長満載のあのリップはもともと名古屋から始まった。あ、最高でございますか。あ、知らない。あ、やっぱり知らない。実はだな、あ、わしつぶやきやっとるじゃん。お、やっとられます。お、ついたというやつ。これは人間5周年というのは人生5周年という意味ではないぞと。あ、さよりございますか。あ、つぶやいたら、あ、なんと10万人もの者が見てる。あら、あ、これ多くの者が勘違いしてる。わしがこの好んだ熱盛の一星、人間50年という時代、これは本当に人生50年という意味ではなく、この人間、人の世、この世の50年は下天の宇宙を比べれば、これ下天というのは天界の一筋が、そこがたった1日で50年ということは、今を生きている我らの一生などは、それに比べた夢幻のことだという話が聞いた。さようにございました。もともと50まで生きることが少なかった。野村さんも49で亡くなっておられますが、その話はやった。その話のせいでわしがに人生50年で言ったみたいになったらしい。 あと1年欲しいのかな。えあと1年で天下が取れると、そういう歌だったお前はあと何年欲しい。そうか。さあ、ということで、我ら名古屋おもてなし武将隊、こうしたものの風文化を強く皆々に伝えておるわけでございますが、我らを名古屋城で扱いを実現をちょっと残していただきたいですな。ということで、信長様、何じゃ、写真撮影の儀でございます。ああ、そうかそうか。やはり演舞前にわしがこの演舞終わったら暴走するぞというのを止めに入ったな。いやーもう早めに早めに出してきました。あ、さあ、ということで、我らを我らかに陣形を組みますがゆえに主らのからくり機にて写しへ残していただきたいと思います。少しでも間を空けたら喋るぞ。さようでございます。ゆえに、我らから参りますので、からくり準備をお願いいたします。野村様は整いまして、それでは正面から取って参る。写真撮影いざ開始。仕方取るがよく、たくさんするのじゃ、世に広めろ。いつ拡散だぞ。
決してスケさんをするんじゃない。ああ、ここも当たりではいけなかった。これは大奥でございます。さあ、ではいきまーす。この門所が目に入るか、一歩だもん、もが目に入れるか、よーっつー、いつってしまいな。え、こちらに参りましょう。犬、猿、もういいでしょ、わしは桃太郎か。一歩喋らんと喋ってどーつ止めてみよう、わし一歩わしを止めてみろ。しまいじゃー、しまいじゃー。お、桃太郎とはいかなる意味。お前は広げる派だな。嬉しそう。お前は犬しよう。大きな発声をお願いいたします。あとは騎士がいれば関係ない。さすがではありません。それからは、写真撮影の儀第2弾と参りましょう。我ら、モノノフ1人と、2人、いや、一緒にお主がそれでどうするんですか。我らモノノフ1人ここに移して、あ、待て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 、お前のためじゃん。我らモノノフ、お前がいつまで経ってもうまく喋れないから修行させるじゃん。一対一で写真を撮れる国を設けて参るわけじゃ。ぜひともな、我らといわゆる現世で申すところのツーショット、スリーショット撮りたきものは、一度な列を作るがゆえに、みなみな少しじーっと下がってしょうよ。そこから列を作って参る。では、いざ移動して参ろう。まずは